神戸三宮阪急ビルは、兵庫県神戸市中央区の阪急神戸三宮駅と一体になった高層ビルと、駅降下した商業施設を含めた施設である。かつては、以下の二棟で構成された、神戸阪急ビルとして営業していた。本校では、神戸阪急ビルについても述べる。阪神、淡路大震災で被災後、長らく仮設ビルで営業していた。 神戸阪急ビル東館の建て替えと既存の西建てのリニューアルにより誕生した駅と一体構造の複合商業ビルである。ビルの東側はかつての東館に相当し、低層階は駅施設、商業施設の駅ぞ神戸三宮、中層階はオフィス、私的交流スペース、アンカー神戸、高層階は宿泊特化型ホテル、レムプラス神戸三宮で構成される。 西側はかつての西館に相当し、駅施設、商業施設が入居する。仮設ビルの神戸阪急ビル東館の建て替えと、既存の西建てのリニューアル工事によって開業した飲食店を中心とする商業施設である。メインはかつての西館にあたる高果した商業施設である。名称の由来施設名である。 駅ぞ神戸三宮の名称の由来は、異国情緒が漂う港町神戸に位置する駅と一体の施設であるという特性から命名された。施設の特徴高架下,下に連なる飲食ゾーンは、グランドカジュアルと和洋根菜の二つのテーマと、情緒食堂街がコンセプトで、北側はヨーロッパの街並みを思わせる作りとなっており、南側は混沌とした横丁を思わせる作りとなっている。 レムプラス神戸三宮は、東ビル上層階にある阪急阪神ホテルズが運営する宿泊特化型ホテル。同社のレムブランドの上位である、レムプラスの関西1号店。1号店のレムプラス銀座同様客室をレムよりも広くし、ベッドはダブルルームでもクイーンサイズを採用。レインシャワーには、等々性、ウォームピラー装備等、より良い眠りのための装備をプラスしている。 ツインルームでは窓枠に旧神戸阪急ビルの格子パターンを再現している。最上階は朝食会場にもなる神戸坊海さんとウイスキーボトルバーデン3の宮展望フロアで構成される。阪急3の宮駅と直結した当時の神戸阪急ビル東館線9 3 6年、安倍三市の設計並びに竹中工務店の施行により完成した 鉄骨鉄筋コンクリート作り、地上五階地下一階の商業施設である。駅と軌道を取り囲むようにビルがあるというよりは、ビルの一フロアに駅と軌道が貫通しているという、異称であった。表通りのフラワーロードに面する、軌道用海工部は、トンネルの出入り口形状となっており、また、建物全体は異人館や旧居留地を抱える神戸の玄関口にふさわしいヨーロッパ建築を思わせる。 デザインであったことから、阪急電車が出てくる城と言われ、その異様は、神戸港やその郊外に停泊している船の甲板からでも眺めることができたことなど、神戸税関と並んで、当時の神戸のシンボル的存在の建築物であった。震災被害を受けた、神戸阪急ビル東館1995年、阪神、淡路大震災で、戦後に増築された部分の映画館。 半球文化のフロアの崩壊をはじめとして、建物随所を置いてに亀裂が発生した。それでも建物自体はむね原型をとどめていたが、1995年2月に、昼夜の特管作業に適度を支える構造部分のみを残してすべて解体された。解体の理由は、鉄道の早期復旧を優先するためと言われている。もちろんそれは事実ではあるが、他の理由として、この時点で、 このビル自体がすでに区60年に差し掛かって老朽化していたことも挙げられる。すなわち、復旧によって使い続けていたとしても、やがて解体をする際には、建物の構造上、電車を運休する必要も考えられたため、被災により、電車を運休せざるを得ないこの時期に解体したのは、妥当であった、と評価するものである。一方で、当時を知る沿線住民には、今でも、 王子の神戸阪急ビル東館の復元を望む声は多く根強い。ただし、電車を運休せずに復元するのは現在の技術とコストと阪急神戸高速のダイヤの調整等を勘案すると極めて難しい。なお、沿線住民の間では神戸阪急ビル東館が阪急会館と呼ばれることも少なくなかった。これは、 震災前の神戸阪急ビル東館にあった三つの映画館のうちの一つの名称であるが、新聞会館、国際会館などと共に親しまれた。それゆえ、震災後に仮設建造物にて営業していた映画館の名称には、阪急シネマではなく、阪急会館が採用された。しかし震災後、仮設建造物の状態が長く続くうちに、神戸阪急ビル東館を指して、 阪急会館と呼ばれることも少なくなってきた。代わりに、阪急三宮あるいは、阪急とのみ呼ぶようになっている。これは、震災前の神戸阪急ビル東館が戦術のビルの一フロアに、駅並びに軌道が貫通しているという意象の通り駅よりもビルが象徴的であった一方で、震災後の神戸阪急ビル東館は、阪急三宮駅の高架下つまり、 駅に付属する建物というイメージが強いために人々の認識が変遷したと見ることができる。さらに映画館、阪急会館も1946年から震災を経て続けてきた営業が2007年5月22日をもって終了となり、当ビルの代名詞でもあった阪急会館は明日ともに姿を消した。東館の解体作業は 地下の解体作業が終わった1995年7月をもって終了した。同年8月初めには早くも地上2階分の鉄骨が組まれている。現在の東館のうち、軌道並びに駅の直下ではない部分については、1995年12月2日に開業した仮設建造物である。ただし、阪急神戸三宮駅東改札口の券売機が、 ある部分は先行して1995年4月に完成している。東改札口が再開したのは1995年3月16日で、あるがこの券売機部分が先行完成するまでの約1ヶ月間は JR3 の宮駅西口との連絡通路付近に券売機が仮設置されていた。東館の仮設建造物は5年間の暫定措置とされていた。 それゆえに、各テナントとは5年間の契約とした。満了まで、残り1年となった1999年末、仮設建造物に上層階を乗せる方法で、地上22階地下1階の三宮半球ビルを建設する案が、半球電鉄から正式に発表されるものの、ほどなく、経営方針が見直され、暫定措置を延長しながら、 各テナントとの契約更新を継続していた。一部のテナントとは契約更新をせずに、後地に新規テナントが入居している状態であった。しかし、建て替えの機運が高まり、仮設建造物は2016年1月11日に閉館した。そして2016年4月25日、阪急阪神 HD から建て替え計画が発表になった。 それによると、新ビルは地上29階、地下3階で、ホテル、オフィス、商業施設、駅施設等で構成され、最上階には展望フロアも整備される。ホテルは、系列の阪急阪神ホテルズが運営する、レムの上位ブランドとなる、レム神戸三宮が17階から28階に入居を予定している。また、 地下1階と2階には同じ阪急グループの H2O リテイリング参加の食品スーパーである阪急オアシスが入居を予定している。2021年の竣工を目指して工事が行われ、2021年1月27日に開業日が2021年4月26日予定と発表された。神戸阪急ビル東館及び駅降下した店舗を合わせた施設の名称を 神戸三宮阪急ビルと決定した。現在では、阪急神戸三宮駅の高架下のみとなっているが、神戸高速鉄道が開業する以前の1960年代前半までは、現在の阪急神戸三宮駅西改札口あたりに、地上3階建てのビルも存在した。西改札口に差し掛かる1階部分に、吹き抜けなどが今でも残っており、王子を忍ぶことができる。 1947年7月、神戸阪急ビル、西てのほぼ中央に、三宮劇場という大きな映画館ができた。開業当初は、大英風霧の三宮映画館と、東英風霧の三宮劇場の2館体制だった。人々からは、三劇の略称で親しまれ、阪急電車が通るたびに、その振動が轟音として館内に響き渡る。 降下したならではの映画館であった。1996年12月には、防音対策を伴う大改装が行われ、ゲームセンターを併設した OS3 劇1.2としてリニューアルされたが、2006年8月31日をもって閉館した。現在はナムコランドが入居している。ちなみに、同2006年8月31日、同じく OS 系であった。 OS シネフェニックスも閉館にこそならなかったが、OSK から離れ、翌9月1日から、三宮シネフェニックスとなった。これらに代わる三宮の OSK の映画館として2006年10月4日、OS シネマズミント神戸がミント神戸にオープンした。データ、いずれも閉館時のもの。ありがとうございます。